あとは、ありますけど、よしんこさんから見たその幼いさんとか思い出っていうのは、僕優しいからね、ずっと。いや、わかります。幼いは、そりゃだって高橋さんってずっと言うぐらい気使っていただいて。コロナに負けないプレーボール、よろしく。いや、言っていい。そこまで気遣ってないよ、こいつ。そういう風に見せてるだけで、よくよく、よくよく態度見たら、そこまで気遣ってないの、こいつ。マジで。本当ですか。扱いがひどい時あるからね。あー、でもそれ、親しき仲にもなんちゃらの裏返しじゃないですか。そうそうそう。あー、ですよね。今回のことも順番違うんじゃないですか。順番が。順番が違うでしょ。YouTube の。昭和とか山崎とか、はい、その新人にしよう、はい、ね、はい、あれの前に10番目っていう記録ですよ。おさ、まあまあ、な、最初にそれ言われたら何にもまずそっからトップバッター、最初に電話かかってきたと言ったですもんね、はい、うん、言ってた。いつまでも順番違うんです。順番違うじゃないですか。やっぱそうですよ、順番は違いましたよ。ね、この間も OB 会も面白かったな。あー、その OB 会の話聞かせてもらえないですか。本当は僕ら潜入したいんですけどね。OB 会さ、来るかと思ってたの。無理やん、あそこで入れるわけないやん。それもいや、なんか言ってなかった、連れてっていいですかって言う。そうそう、でもやっぱテーブルの人数少なかったやない、うん、で、パッて6人ぐらいしか座ってないやんけ、あそこに入れるわけないんですね。で、俺は横が山根さん、うん、向こうが達川さん、うん、で、森岡さんや、もげさん、僕の隣がもげさんやな、で、お前やんか、うん、で、そこちょっと話したら俺、一番端のテーブル行って、おさとかさ、あと大川達也君、山、そこで大騒ぎや、みんなで、はいはいはい、昔話を、はい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 、また達也がさ入ったらさ、もうすごいやん、面白いよあれは、ほんとで、そう言ってたよ、ん、お前、僕に話させてくれたらもう終わらんのにね、と言って。あ、小川さんですか。うん、あ、出てください、小川さん。電話番号聞いたのよ。はいはいはい、言っていい、はい、ほとんど流せないな。マジで。あ、なるほど。めっちゃ面白いけど、はいはい、でそこでずっと話してさ、はい、言うやんか、はい、で、福ちゃんがいたんやんか、タネちゃんがいたんやんか、はいはい、で、福ちゃんおいでよって言って、そこの手を呼んで、でみんなでさ、いやうちらさ、トレーナーっても2人しかいなくてさ、専属トレーナーやもんねって文句言って、で、山本浩二さんと木村さん専属トレーナーや、ああ、そう、言われてましたよね、2人しかいない、はい、まあ、あの時ねって、俺たちもう見てもらってないしねって、でもね、あれっすよ、2軍の頃、それこそ2軍の頃なのか、入れんかったんですもん、ね、僕、いや、俺たちもそうよ、キャンプ行ってよ、うん、若い時にキャンプ行くやんか、あの須山さんって知らん、知ってる、知ってる、投げシップ、何すか投げシップ、いや、シップ投げします、入ったらパーンってシップ投げて入るからやん、おいじゃ投げシップパーン、須山さんってあー、元選手よな、そうです、へえ、で、トレーナーちょっと増えたんだけど、俺たち行った時に高齢ですよ、へえ、で、キャンプ行ったら、こう何回も言うけど、パッてトレーナー室パッて入った瞬間、みんなパッて見るやん、どうしたんや、あ、爪切りをさ必要ないのにですよね、ほんま。さあ、昔はそうですよ、あのね、入った瞬間シップ貼っとけって言われる、もうそうやろ、ほんまシップもらいに来ましたしかないよ、あとパラフィン、自分でパラフィン、あ、ホットパックですね、ホットパック、パラフィン自分でほとんど触る、もう、あ、そう、触れないやろ、マッサージなんかないもん、記憶ないもん、俺休むような怪我あるんです、例えば僕、
レフト守ってて、コンクリートにボーンと膝ぶつけて、はいはいはい、あのフェンスがまだコンクリートだったんですよ、はいはい、市民球場、はいはい、そこにゴーンとジャンプした時に、はい、もうコンクリートがあって、はい、こんなになって、はい、その時はね、あの失敗って思いましたカメラ目線でお願いします失敗ってもらいましたまあ病院も行かしてもらいましたけど、でもっていう時代ですよ。そう、藤井さんがよく言ってん、いやちょっと肩がおかしいと笑えや張ってるんですけど、剥がせって会話になんない全然そんな時代よな、うん、トレーナー2人2軍にトレーナー、あ、俺田辺さんと喧嘩したわ、2軍の時に。そう、田辺さん2軍でやった2軍、うん、で喧嘩して、俺今思い出した、難波球場で、うん、岩塩ってあったやん、うん、塩、うんうん、で、俺たちあの頃汗かいて塩が遠く岩塩ってあったやん、はいはい、それ舐めるんですか岩塩、舐めてね、舐めて、はいはい、飲んだりするの、はいはい、塩、はいはい、それがなかったやん、確か、うん、と、田辺先生文句言ったやん、なんで岩塩ないんですかって、ほんで、なんか言われて、二人で大変だよと、岩塩その方は選手ですか、じゃなくてトレーナー、トレーナーですね、二軍にいたな、うん、あれ一人だったよな、田辺先生、トレーナー一人一人だもんね、一軍二軍、そうそう、それすごいですね、まあ、当時はですね、当時は今はもういっぱいです、ね、何人、6人ぐらいか、10人ぐらいです、すごいよな、だから俺今でもマッサージ受ける癖がないんよ、ないんよ、マッサージに行くとかいうイメージがないですもんね、吉本さんね、ないない、あの時間ももったいないよ、そう、遊ぶ方がね、遊ぶ方がもったいないですよ、そうそう、髪を染める時間ももったいないって言うんですから、あ、俺な結構面倒くさがれないよね、だからじっとしてるのつらいよ、掃除は几帳面ですけどね、だから掃除は好きなんよ、あそういう洗濯が好きなんやですよね、 あそこ寮のさ、洗濯場があったんやん、2階か、1階と2階にあったの、1階しかないか、あの 木のドアで、トイレの横でか、うん、で洗濯機並んでて、でトイレの、あのトイレ、その洗濯って木の板だったの知ってる、えドアが、ドアの板、知ってます、知ってます、あれ、お母さんがさ、夜中バーって暗いと見えないやん、ドアにガーッだったの覚えてる、うわ当たったお母さんいや、そういうことなんかもっと深い話があるでもそんなことばっかしちゃったな、寮は、いやでもなんかこう数々こう、まあ、今日で10人目じゃないですか、ゲストとして、なんかこう幼いさんと吉彦さんの雰囲気っていうのも、その今までちょっと違った感じの師弟関係じゃないですけど、寮さんはこんなよね、なんかこうで言って高橋さんしか呼ばないって言うけど、絶対そんなこうあれじゃないよほんまある面ではなめとうけでこいつ、いや絶対なんかこうあるやろ、うまいです、あるやろ、いやあのなんか伝わり方が他の先輩後輩の人たちよりもなんかぐっと縮まってますよね二人の関係性だからあ扱い方が、はい、うまいです、いやえちょっと一応立ててるって言うけど、やることは立ってないわけよ相撲やったら振り回されて、それは自分から やってくださいって言うわけにいかんからね振り回されて、全然勝てないからね、そうでしょ、体がほんま楽したら、大きい潰されて、うん、おかしいやろ、はい、やっぱね、日頃の鬱憤が溜まっとるなるほど電話すれば文句がある順番違うでしょその意味が分かりましたよ、ほんま、うん、キャラクターが素晴らしいですよね、吉彦さんに近い、あの距離感が近いですよね、見てて、うん、喧嘩しても勝てないから、うんうん、あ喧嘩はしたことないです、言ったからね、カンカンカン、コーンと、ああこれやっぱ聞いてないか、何か忘れてるねって思っちゃうんですよ、一部の時それあったね、はい、うおー危ない危ないご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。
本日もありがとうございました。次回もそれではゲー。はいはいはい、テイク2、はい、いきますよ。はい。